公明新聞の記者として19年間平和と福祉の党の最前線を取材をしてまいりまして平成17年都議会選挙に立候補初当選をさせていただきました以来2万5000件の住民相談をお受けをしその声を力に福祉・教育・災害対策に 取りり組んでま,いりましたその中でディスレクシアという障害をお持ちのお子様のお母様から相談を受けました話をしたり聞いたり会話はできるけれども本や紙に書いた字を読むことができないという障害でありますけれどもある日そのお子様が「お母さん本が読めるよ」と言ってきたそうであります。 それはタブレット端末で読書ソフトを使うと字が読めるということが分かりましてそのお母様からぜひこの ICT 機器をこの活用を教育現場で広げてほしいそして都立高校の入試でもその使用を認めてほしいこのように要望を受けまして東京都教育委員会と 何度も話し合いをしまして議会で質問もいたしまして粘り強く取り組みました結果都立高校の入学試験でこの ICT 機器の使用が認められるようになりましたありがとうございます <laughs> 私にはぜひやらせていただきたいことがございますそれは災害対策でございます阪神大震災の 8歳直後私は公明新聞の記者として実家のある神戸に戻りまして被災地の惨状を目の当たりにいたしました子どもの頃遊んでおりました神戸の下町は木造家屋が倒れそこに火が回りまして一面焼け野原でありましたその焼け野原に佇んで「お母さん 叫んでいた女性の姿を忘れることができませんこうした悲劇を繰り返してはならないというのが私の政治の原点でございます現場第一主義で住民の皆様方の命を守る災害対策は公明党の使命でございます何としてもこの仕事を引き続きやらせていただきますようにお願いを申し上げるものでございます